国ずんだもん、足立ずんだもも。今回宮城県の駅からで紹介するのは立越駅。立越駅、 JR 東日本東北本線の駅で、昭和60年1985年に開業。1日の平均乗車人員は2000人ほど。かつては仙台空港口の副駅名があったのだ。駅から歩いておよそ5分のところには、東北地方最大の規模を持つ前方後円墳、雷神山古墳があるのだ。同じ名取市に雷神塚古墳もあるので、間違わないようにしてほしいのだ。気をつけてね。西口側には薬神というタイトルの子供の像。隣接している駅は岩沼駅と名取駅。駅の構造は相対式ホーム2面2線。走行している路線は常磐線と東北本線なのだ。それでは立越駅に入線してくる列車の様子と、女性の運転士さんにより仙台駅へと向かう全面展望の様子を楽しんでほしいのだ。出発進行。
く名取に停まります。お出口は右側です。南仙台です。南仙台に停まります。お出口は南側です。
は大師堂、大師堂に停まります。まもなく大師堂、大師堂です。お出口は右側です。長町です。お出口は右側です。
ましてありがとうございました。次は終点の仙台、次は終点の仙台です。終点仙台駅6番線に着きます。お出口は左側です。終点の仙台駅6番線到着、お出口は左側です。お乗りの際、車内で忘れ物を忘れませんよう気をつけください。お乗り換えご案内いたします。この新幹線上りはやぶさ115東京駅は13番線から17時22分です。その後、やまびこ152号東京駅は12番線から17時25分です。下り、やまびこ67号盛岡駅11番線から17時40分です。東北線下り、普通電車の利府行きは1番線から17時9分。その後、普通電車小牛駅1番線から17時22分です。仙石東北ライン、快速列車の石巻行きは4番線から17時15分です。仙山線、普通電車の怪しい行き7番線から17時27分。仙石線、普通電車の石巻行き地下ホーム10番線から17時19分の発車です。ありがとうございました。まもなく終点の仙台、終点仙台に到着です。終点仙台駅6番線に着きます。お出口は左側です。その通りの際、車内に忘れ物をなさいませんよう気をつけください。今日も JR 東日本ご利用くださいましてありがとうございました。終点仙台に到着いたします。Thank you.
あなたが、レッツ、ラ、ゴー。